スペースローンチシステムとは NASA により開発中のアメリカ合衆国のスペースシャトルから派生した大型打ち上げロケットである。これは取り消されたコンステレーション計画に続くもので、また退役したスペースシャトルを代替するものである。SLS は小惑星やラグラン重点、また月とか星のように地球近傍が対象となる目的地へ。 宇宙飛行士と装置を輸送するものである。もし必要であれば、SLS は国際宇宙ステーションへの旅行の助けとなる可能性がある。また SLS 計画は多目的有人機を配備する NASA のオリオン計画と統合された。SLS は打ち上げの施設及び地上での操作に際してフロリダに設けられた NASA のケネディ宇宙センターを使用するものとされている。 スペースローンチシステムでは、変容していく、派生形を計画した2010年 NASA 認可法案では、アレス I とアレス V 型の機体設計を、有人用とか持つ用途に使用できる、単一の打ち上げ機へ変容させることを想定していた。これは、時が過ぎるにつれて、より強力なものへとアップグレードされることになっている。この時点での計画は、以下の通りであった。 上段部分を除去した第1段部分の当初の能力は70トンから100トンを地球の低軌道に送り込み、低軌道より彼方への任務に備えるものとなる。地球離脱ステージを上段に搭載し、後機にエンジンを増加した場合の打ち上げ能力の総量は130トンに達しており、これは今までに作られた中でも最も強力なロケットになる。2011年9月14日。 NASA は新規打ち上げシステム用に選ばれた設計案を公表し、これは当局の宇宙飛行士を従来に増して宇宙の遠い場所へ運ぶことができ、また将来におけるアメリカ人の宇宙探査活動のための基礎を提供すると明言した。この発表以来、打ち上げ機には4つの形式が出現した。ブロック0、I、IA、そして2である。 各形態には異なる第1弾、ブースター、そして第2弾が利用される。少数の機器には、スペースシャトルで開発された装置が直接受け継がれており、また他のものは、SLS 用として、特別に開発された。後期の形式では5機の RS-25E エンジンと強化されたブースターを採用し、また、直径8.24メートルの第2弾ステージには3機の、 J-2X エンジンが用いられた。5メートル級のフェアリングは10メートルもしくはそれ以上の長さを持ち、新宇宙任務のための重量級搭載物を収容できると考えられている。最初のブロック I の二段型では7万キログラムから7万7千キログラムの打ち上げ能力を有し、また提案にあるブロック2の最後機型は、サターン V 型ロケットの原型機と同様の 打ち上げ能力及び全行を持つ。2011年11月、NASA は風洞試験のための5種のロケット形態を選出し、3種の低軌道球を描いた。70トン、95トン、そして140トン級である。2011年5月24日、NASA はコンステレーション計画で行われていたオリオン宇宙船の開発が多目的有人機として続行されると公表した。 SLS の第一弾は全ての機体形態で共通のものであり、基本的には回収されたスペースシャトル外部燃料タンクの後方区画にロケット種推進システムを収容して構成している。また長部は弾と弾の間の構造物を受け入れるために乾燥される。この弾では使用される形態に従い、様々な数と形式の RS-25 エンジンが利用される。 1> 第1弾に搭載されたエンジンが発生する出力に加えて第1弾ロケットで飛行する最初の2分間のために2機のブースターロケットが第1弾ロケットの両側面へ追加装備される初期の携帯の SLS では回収型のスペースシャトル固体燃料補助ロケットを使用しこの携帯ではおのの4セグメントから5セグメントと決定されている これらのブースターは回収されるものではなく、飛行軌道に沿って、大西洋に沈むものとされている。ブロック IA 及びブロック2形態用のブースターは、改良されたブースターの中から選ばれ、さらにアップグレードされたブースターが用いられる。このブースターは、固体燃料、または液体燃料タイプのものになる可能性がある。スペースシャトル用の SRB を製造している、アッテック社は、 ブロック例及び i で使用されるであろう5段式のブースターのフルスケールかつ全工程の静的試験3件を終了した。モーターの開発は2009年9月10日の試験に成功した。DM-2 は2010年8月31日、DM-3 は2011年9月8日であった。DM-2 用のモーターは中心温度が下肢40度に冷却され、 DM-3 用のモーターは、下肢90度以上に加温された。他の目的に加え、これらの試験では、こうしたモーターの最大の温度での性能が、確認された。2011年6月17日、エアロジェット社は、水力が海面高度で 2.2mn に増強された、NK-33 エンジンの国内版を開発、生産するため、 テレダイン・ブラウン社との戦略的な提携を発表した。このブースターは SLS 打ち上げ機用のシャトル、派生型固体燃料ブースターと対抗し、競争するものである。SLS は、その多様な形態において、幾種類かの第二弾を採用する。発射前の SLS は、発射中止や発射の遅延のために、最小で13回のタンク注入サイクルを容認する能力を持つ。 組み立てられたロケットは最短で180日間発射台に据え続けることができ、大気の形態では解体する必要なしに少なくとも200日は据え続けることができる。2011年9月、上院と NASA の共同で行われたプレゼンテーションにおいて、SLS プログラムでは2017年までを通じて180億ドルの開発経費を計画したことが明確に示された。 うち100億ドルが SLS ロケット用、60億ドルがオリオン多目的有人機用、また20億ドルがケネディ宇宙センターの発射台他施設のアップグレード用である。こうした経費と予定はブーズ・アレン・ハミルトン社によれば楽観的と考えられている。この企業は NASA のために独自の経費評価を実施した。非公式な NASA の文書では 二千二十五年までの計画の経費につき四機の七十トンロケットを発射するために総額で四百十億ドルかかり百三十トン型は二千三十年より早く準備されないとも見積もっている。またヘフトではブロック例のユニットコスト十六億ドルが必要だったと推定している。NASA の SLS 代表計画マネージャーであるジョディ・シンガーはアラバマ州ハンツビルにある マーシャル宇宙飛行センターに所属している。彼は発射能力上、経費への比較的少ない依存により、SLS の経費目標としては発射ごとに5億ドルが手頃であることを示唆した。SLS の批判は他の宇宙計画の領域からの共食いをしているという主張を含み、いくつかの領域に投げかけられている。スペースアクセスソサイティ、宇宙フロンティア財団、また、 惑星協会といった機関は SLS 取り消しの議論を要求した。これは SLS が NASA の予算から他の計画のための資金も浪費し、また発射にかかる経費と重量の比率を減らすこともできないという内容のものである。いくつかの見積もりでは低軌道への重量と経費の比率は約8500ドルとしている。アメリカ合衆国会議員、ダナローラバッカー及び他の人々は これに代わって推進材レッポが開発されねばならないと付け加え、また民間宇宙飛行計画が促進された。二つの研究、公的に NASA から提出されたものではない研究と、他にもう一つ、ジョージア工業大学の研究が可能的でより安価な選択肢として示されている。他の提案は既存のロケットを採用するか、または提案済みのファルコンヘビーという派生型ロケットを、 軌道上の組み立てに用い、また必要に応じて燃料を再補給するものである。これにより全設計の競争もなく、新規に宇宙探査用の打ち上げ機を開発するよりも、むしろ経費が安価になると予測するものである。火星協会の創設者であるロバート・ズブリンは、大型打ち上げ機体の固定価格のオーガスティン委員会は、より安価な運用経費での選択肢として、 商業用75トン級打ち上げ機を提案し、また40トンから60トンの打ち上げ機は探査の補助ができるとした。トム・マクリントック代表と他のグループは、議会の命令が NASA に対し、SLS の装備用にスペースシャトルの装置を使うよう強制していると主張した。結果、事実上非強調で単一のソースにより既存のシャトル製造企業に、 契約の保障が要求されるものになっており、彼らは、米国会計検査員に対し、契約における競争法に違反する可能性を調べるよう要求した。2011年9月、コンペティティブスペースタスクフォースは、政府の新規打ち上げ機は、NASA の検証、宇宙法を直接審判するものであるとし、また、1998年の商業宇宙法は NASA に、 商業的な提供者の完全に成し得る契約、そして宇宙の完全な商業利用の現存する最も大きな可能性を追求し、促進することを実行するよう要求していると述べた。メディアを再生する SLS 発射のアニメーション14種程度が現在、提示中であり、設計の参考とするための任務が含まれる。以下は、最悪のケースでの予算案に基づく非常に予備的かつ、 非公式な予定表であり、初期の SLS の飛行と同じく外説である。ありがとうございます。